両チームのメンバー紹介していきます。まずはホームの藤枝です。こちら 3-4-2-1 というシステムで予想しています。キーパーが内山、3バック小笠原、川島、鈴木翔太、ダブルボランチが水野と鈴木純、右のワイドに前節2ゴールを挙げました久保東次郎、左に抜く中盤の高い位置に岩渕と横山、そして最前線にはデビュー戦でゴールを飾りました土井が入ります。阿部長野のメンバーです。こちらシステム 4-1-2-3 という予想をしています。また試合が始まって選手の立ち位置形を確認していきたいと思います。キーパー八田貝、4バック船橋、吉岡、池谷、水谷、アンカーポジションに宮坂、その前に佐藤と坪川、右に三田、左に森川、最前線今日は東を予想しています。ここも内山は下でつなぎます。うまくインターセプトをしました船橋、縦パスうまく入れ替わった三田、三田の左足、チーム2本目のシュートもこの三田です。チームトップスコアラーの三田、ここも積極的にゴールを狙っていきました。胸でコントロールして右、再び久保です。久保縦に仕掛ける、中へのボールダイレクト打ちました。こぼれて岩渕、最後決めきれませんでした。久保からのクロスをダイレクトで合わせた岩渕、キーパー八田がよく防ぎました。一度キーパーへ内山、鈴木純です。長いボールが出ました。土井と池谷の競争です。うまく入れ替わった土井、ボックス内、土井のシュート、2試合連続ゴール、新加入の土井智之、ホームの藤枝先制です。鈴木純へのボール、この競争では池谷が勝ったんですが、ちょっとボール足につきませんでした。うまくそこを拾いました土井です。落として水谷、坪川から縦パスです。今度は森川が左に流れました。ボックス内に三田が入っています。森川入ってきました。森川のシュート、開幕戦でゴールを挙げました森川。水野、もう一度拾いました。鈴木純のミドルシュート、キムミノ防ぎました。精度の高い左足で直接狙ってきました鈴木純です。ボックス内に人数をかけています長野、そこにクロスボールが入る、頭合わせました秋山、ただ内山が防ぎました。秋山がドンピシャで合わせましたが、内山よく防いでいます。右に振って船橋、船橋仕掛ける、クロスが入る、こぼれた、シュートだ、ハンドアピール、 PK、ガッツポーズが出ました佐野。佐野のシュートに岩間の左手が当たりました。デューク・カルロスはこれを決めれば J 初ゴールにもなります。守るのは内山圭、決めました。デューク・カルロス落ち着いていました。1対1同点。内山の動きをしっかりと確認しながら逆をつきましたデューク・カルロス。水野から
ファーサイド頭で合わせました。巻いてくるボール、ヘッド、船橋わずかに右にそれました。仕掛けます、デュク・カルロス、クロスが入る、坪川合わせられませんでした。ここで長い笛、倒れ込みました。両チームの選手たち共に開幕からの2連勝を狙った両チーム、これで1勝1分けという開幕からの2試合になりました。